中国共産党中央委員会総書記は中国共産党の党首。中国の指導政党である中国共産党中央委員会の最高指導者が就任する役職。中央国家安全委員会会議と中央政治局会議及び中央政治局常務委員会会議を招集し、中央書記どころの事務活動を主催する。略称は中共中央総書記、中共総書記、 共産党総書記、党総書記など。江沢民がこの役職を務めて以降、中国共産党が中華人民共和国を指導していくことが謳われているため、総書記は共産党と国家の最高指導者とされる。江沢民、胡錦党がこの役職を務めて以降、党中央軍事委員会主席を兼任し、実権を掌握している。 現在の党総書記兼中央軍事委員会主席は習近平。中国共産党中央委員会総書記は中央委員会全体会議によって選出される。中央政治局常務委員から必ず選出される。総書記の職務権限は中央政治局会議、中央政治局常務委員会会議の招集を行う、ほか中央政治局と 中央政治局常務委員会の事務組織である中央初期どころを主催し、各中央初期どころ初期の間の調整を行い、まとめることである。また、1980年開催の第11期後中前会で決議された、党内の政治生活に関する若干の準則において、集団指導制は党の指導の最高原則の一つである。中央から基草に至る各九党委員会は、 いずれも、この原則に基づいて、集団指導と個人の分担責任を結合する制度を実行しなければならない。初期と委員は上下関係ではない。初期は、党の委員会の中で平等な一員である。などと定め、党の組織の集団指導の堅持と、個人独裁の否定の原則が示されている。中国共産党が、中華人民共和国を指導していくことが、謳われているため、 総書記は共産党と国家の最高指導者とされる。中国共産党中央委員会総書記の役職は第5次全国代表大会期間の1927年の中央政治局会議で議決された東大三次修正規約第27条において初めて規定された。中央委員会総書記は中央委員会によって中央委員の中から一人を選ばなければならないと 規定された。職務権限は同じく中央委員会によって中央委員の中から選ばれた数名からなる中央政治局とともに党の全国の政治工作を指導することと規定された。その後、1928年議決の第6次全国代表大会改正の党規約では中国共産党中央委員会総書記についての条文は消滅している。 1945年に中国共産党中央委員会主席が創設され、1982年までは党主席が序列第1位であった。再び中国共産党中央委員会総書記の役職が登場するのは、1956年の第8次全国代表大会改正の党規約第37条においてである。職務権限は特に定めはなかった。 その後、1969年議決の第9次全国代表大会改正の党規役では、中国共産党中央委員会総書記についての条文は再び消滅している。3度、中国共産党中央委員会総書記の役職が登場するのは、1982年議決の第12次全国代表大会改正の党規役、第21条においてである。 選出方法、職務権限も道場で明確に規定された。内容は現在の第18次全国代表大会改正の党規役、第22条と同じであり、総書記が同年に廃止された党主席の地位を引き継ぐことになった。中国共産党中央の役職の名称、選出方法及び職務権限を規定する党規約は、 1921年の中国共産党成立以来何度も書き換えられてきた。それを受けて各役職官の慣習的なヒエラルキーについても変化してきた。江沢民の世代から党中央委員会総書記は国家主席及び中央軍事委員会主席と兼務することが慣例となっている。ふとは党中央の核心となった人物。なお中国共産党指導部は 当序列最高位の人物に、当中央の革新という語を持ち、最高指導者という文言の使用を避けている。当中央委員会総書記についた、古用法、長使用など、歴代の人物を見てもわかるように、必ずしも当序列最高位の人物がこの役職についていたわけではない。党中央委員会総書記につく人物が、当初列最高位になるのではなく、当初列最高位の人物が、 党中央委員会総書記についているに過ぎない。したがって将来において党序列最高位ではない人物が党中央委員会総書記に就く可能性もゼロではない。1997年2月19日に党将平元軍人委員会主席が成居したことで存命中の党総書記経験者は全員改革開放以降に就任した人物のみとなった。 1982年の総書記制導入以降、陳独衆を初代総書記とした場合は、第9代となる。中国とも党内重要法。人民出版社。P43、ISBN 978から7から01から015887から7、州指導部、後期粛清さらに6中総会で議論へ、権力集中狙い、反発も、産経新聞。 2016年10月3日閲覧。ABCDE 中国共、東商亭、11代至る17代。中共投資出版社。ISBN 978から7から801998248。ありがとうございます。